浜川崎駅は神奈川県川崎市川崎区にある東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。乗り入れている路線は東海道本線、鶴見線、南部線の3路線であり、このうち東海道本線を当駅の所属線としている。ただし旅客営業を行っているのは南部線と鶴見線のみであり、両路線の乗り換え駅となっている。当駅は川崎市内にあるが、 特定特市内制度における横浜市内の駅として扱われる。駅番号は鶴見線が JL8、南部支線が JN54、東京貨物ターミナル駅方面へ通じる東海道本線支線は貨物列車専用である。この東海道本線支線は南部線浜川崎支線と合わせて東海道貨物線を構成しており、 二路線の相互間は当駅に停車せずに直通運転が可能な構造となっている。当駅と同様に、同一駅名でもそれぞれの路線の駅が別に設けられている例として、1985年に開業した新花巻駅、そして1988年にホームが新設された織尾駅並びに三河安城駅、2011年に新幹線駅が開業し、 在来線駅が新幹線駅そばに移設された筑後線小屋駅がある。国鉄時代には他に天ヶ崎駅、海駅、石巻駅が存在したが、当駅以外の3駅は路線そのものの廃止や駅機能の統合によって消滅した。この浜川崎駅の場合は南部線を建設したのが南部鉄道、鶴見線を建設したのが 鶴見臨港鉄道と別の鉄道会社によるもので、それぞれが戦時買収で国有化されて国鉄に編入されたことが原因である。それでも南部鉄道の新浜川崎駅は国有化時に乗り換えの便を図るため元鶴見臨港鉄道の浜川崎駅へできるだけ近づける用意説がなされている。南部線と鶴見線の旅客駅は道路を挟んで別の駅舎になっている。 どちらの旅客駅も無人駅で南部線側は指定駅が鶴見線側は鶴見線営業所が管理している。当駅で乗り換える旅客は一旦改札を出ることになる。双方の駅の改札にスイカ対応の自動券売機及び入場、出場用の簡易スイカ改札機が設置されている。IC カードの SF 部分を利用し当駅で乗り換える旅客は 当駅の管ス水カ改札機に触れずに乗り換える必要がある。両路線はいずれも島式ホーム一面二線を有する地上駅で南部線側に1.2番線、鶴見線側に3.4番線の番号が振られている。鶴見線の駅には古線橋がありこの上に改札がある京城駅の体をなす。古線橋を北側に渡ると一般道南部線に通じる出入り口がある。 保線橋の南側には JFE スチール東日本製鉄所線用の出入り口も設けられている。南部線は鶴見線に直行する形で駅が設けられている。一番線側はホームから離れた場所に川崎新町方面と JR 貨物浜川崎駅構内、鶴見線大木町方面とを結ぶ連絡線が通っており柵が設けられている。列車が停車する二番線は 終端部が車止めとなっている、東端式となっており、その先に改札口が設けられている。トイレは南部線側改札口を入って、左手に男女共用の水薦式トイレが設置されているが、鶴見線側には設置されていないので、鶴見線利用の旅客も南部線側のトイレを利用することとなる。南部支線側のホームを南渡り立地区に近接する操車場へ移転し、 鶴見線側に統合することが検討されている。なお、鶴見線の当駅折り返し列車は3番線で、乗客を降ろした後、大木町方に引き上げて、本線上で折り返し、改めて4番線に入線する。JR 貨物の貨物駅は、旅客駅の東側にあり、JR 貨物の駅員が駐在する。貨車を仕分けする、仕分け線がある。この仕分け線は、 鶴見線を大木町駅、安全駅方面、南部線、小田久市駅方面からは直接侵入できるが、東海道貨物線、川崎貨物駅方面からは、直接侵入することができない。そのため、川崎貨物駅方面から当駅に進入する、貨物列車は、小田久市方の引き上げ線に入った後、推進で侵入する構造になっている。また、当駅から、 川崎貨物駅方面へ行く列車は、機関車を川崎貨物駅方に連結して、この逆の手順で発車する。小田久志方の引上げ線はそのまま着発線になっている。1998年8月まで、第一セメント、川崎工場への専用線もあり、奥多摩駅から石灰石輸送貨物列車が運転されていた。またそれ以前は、工場からのセメントの発送もあった。 1980年代までは、駅周辺にある、日本港完成鉄所への専用線があり、鉄鋼製品などを扱っていた。また、昭和電線電乱川崎工場への専用線や、東亜石油専用線から分岐し、東洋不東川崎支店へ続く専用線もあった。最後まで残っていた、鶴見線昭和駅手前から分岐し、東亜石油大木町工場へ続く専用線は、 合理化による工場閉鎖に伴い、2011年9月30日の最終出荷をもって廃止となっている。2008年度の1日平均乗車人員は2606人である。近年の推移は下記の通り。無人駅は正確な数が把握できないとして、2009年以降非公表となった。近年の年間発着トン数は下記の通り。 浜川崎営業所 j f 以前新浜川崎駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。